はい、おはようございます。日曜日の朝、7時を回りました。皆様おはようございます。今日はですね、昨日に引き続きまして、まだ風邪をちょっと引いちゃっておりますので、こんなお聞き苦しい声で大変申し訳ございません。さて、今日もタイムラインの方から遡っていこうと思います。一番最初に来てくださったのが、朝原さんですね。はい、朝原さん、いつもありがとうございます。おはようございます。次がたたたよさんですね。キャンディーさん、あじむらさん、とわいあゆたん、なまずさん、ビンゴの母ちゃん、たまちゃん、うくさ、うめさん、いかにさん、かんなさん、むくさん、じゅんじーさん、ペガだよさんですね。はい、坂越さん、おはようございます。今日もね、ちょっと喉が辛そうということで、今ですね、朝ラーメンを、食べながら、お届けしております。さあ、今日もですね、皆様の、お住まいの地域の、お天気を聞いていこうと思います。今日も朝一の、コーナーというかですね、は皆様のお住まいのお天気を教えてください。広島はですね、今日は朝一曇りですかね。ちょっと暗い朝を迎えております。まずはあゆたんお住まいの豊橋は曇りですね。はい、あ、めぐっぺどうもおはよう。皆様のお住まいのお天気を教えてください。岡山、むくさんお住まいの岡山、伊原はしっとりしとしとの雨だよということで、昨日からちょっとね雨が降っておりますけれども、秋田は曇り。ビンゴの母ちゃんお住まいの広島県三原市は雨上がりの雲。安治村さんお住まいの名古屋は雨ごめんなさい、聞き取りにくくて。くまやん、おはようございます。福岡市内は曇りがちな日曜日、昨晩は嵐だったと。東京はとても晴れてるんですね。午後から雨の予感と。梅さんは今は晴れてますが、神奈川の方は厚い雲が西の方に見えますと。井之倉さん、おはようございます。呉市御手洗は曇りと。広島県呉市御手洗は曇りですね。メグペのところはまだお布団なので多分曇り。キャンディーさんのお住まいの川崎は晴れてますが雲が多いですと。ツットさんお住まいの同じく、秋田県大曲ですかねは曇り、さっきまで風が強かったですということで、本当ごめんなさいね、さっきことから。まずは、西の方はお天気がちょっとまだ悪いと、下り坂という感じですかね。そして、関東の方は現在はいいお天気ですが午後から下り坂。そして、東北の方は、まだちょっと曇りということですかね。全国的にちょっと天気がまだまだ
丸くなっていく感じでしょうか。メグペ大丈夫ということですか。ありがとうございます。喉だけがですね、まだちょっとイガイガしてる感じなので咳込んでしまって大変申し訳ございません。先週の日曜日課室はあなたの行きたいところを教えてくださいというふうに、お届けいたしましたが、今週の日曜日課室のお題はですね、何にしようかなと考えておりますが、何にしようかな、今日は何にしようかと考えておりますが、そうですね、食欲の秋ということでですね、私昨日ですね、子供のお誕生日の前々夜祭を、したんですが、子供に何が食べたいと聞いた時にお好み焼きが食べたいと、広島のお好み焼きが食べたいということだったので、お好み焼きをみんなで食べたんですけれども、じゃあ、皆様にお伺いします。皆様のお住まいの地域の、なんていうんですかね、これぞうちの地域の食べ物という名産、これを食べたら、うちの土地に来たらこれを食べたらいいよっていう名産と、またそのおすすめの理由を教えてください。ごめんなさいね、コンコンとですね。今日のお題は、皆様お住まいの地域のおすすめの食べ物とその理由です。広島はですね、昨日も、広島城というところの近くでですね、フードフェスタというのが、開催されておりまして、いろいろなね、地域の食べ物がお楽しみいただけるようになっているようなんですけれども、広島はですね、哲さんがこちらに書いてくださってるんですけれども、これからは牡蠣ですね、はい、広島の牡蠣は非常に小粒なんですけれども美味しいと有名なんですけれども、焼き牡蠣とかありますね。イーペーコーさんお住まいの芋煮鍋かな、どんな鍋なんでしょうね。めぐっぺお住まいなのはやっぱり秋田ですね。秋田はきりたんぽ鍋美味しいから、理由になってないわっていうことなんですけど、美味しいはもう完全に理由になってると思います。はい。キャンディーさんは川崎は何でしょうね。地元なら静岡富士宮焼きそばですかね。富士宮ではなく富士宮でいいですかね。今では有名になりましたねということで、確か B 級グランプリ、 B 級グルメですかね。それでなんか私も非常に名前は聞いたことがございます。真上さんおはようございますということで、おはようございます。ヒロ兄がお住まいは大分ですね。大分名産は椎茸、かぼす、関味、関サバ、鶏天。大分の鶏天は私もよく存じ上げておりまして、鶏天は大分に行ったら必ず食べるようにしております。井之倉さんお住まいの広島県呉市の方ですね。広島県大崎下島の豊町でいいんですかね、は今グリーンレモンがなってますよと。広島のですね、柑橘は日本一ですかね、レモンとかそういったのは非常に有名ですけれども、もうグリーンレモンなんですね。大宮の紫熊おじさんですかね。埼玉はないよね。浦和のうなぎ、おー初めて聞きました。うなぎがあるんですね。くまやんは福岡といえば今からの時期はもつ鍋、
水炊きラーメンでしょうが、年中食べますがねということですけれども、もつ鍋水炊きラーメン美味しいですよね。福岡これからますます行きたくなりますね。たたたよさん住まいの東京ですかね、あまり知られてないけど上野はとんかつが名物なんです。初めて聞きました。上野はとんかつが名物なんですね。どういうなんか特徴的なんですかね。めぐっぺお住まいの比内地鶏の丸焼き美味しいわよと。あ、やはり地鶏は美味しいですね。秋田の方の地鶏はまだ食べたことがないんですけれども、例えば香川とか、あとは宮崎の地鶏とかは非常に美味しいなと思ってよく食べてはおりましたね。キャンディーさんは富士宮焼きそばでいいんですよね。はい、ありがとうございます。やはり、秋田は鍋がいいんですかね。秋田ではこのシーズンに鍋っこ遠足というのがあるそうです。山形でいうところの芋煮会みたいな感じのものがあるそうです。つっとさんは秋田はきりたんぽもいいけどだまこ鍋、ご飯を半殺しにしてピンポン玉ぐらいの大きさに丸めたものですが、初めて聞きました。あゆたお住まいの豊橋、愛知県豊橋ですね、はちくわ。ああ、そうなんですね。宇都宮は餃子ですね。私でも名前は聞いたことがある、やはり餃子ですね。母ちゃんお住まいの、広島県三原市はやはりタコ飯ですね。タコは明石が、兵庫県の明石市が全国区で有名ですが、三原市の伝統のタコ漁が、鉄腕ダッシュで放映されましたということだそうです。はい、皆様、今日ここで初見ですという方ですとか、常連さん皆様おはようございます。どうもはじめましてのキャンタさん、マサマサさん、どうもはじめまして。毎週日曜日の朝7時からこのようにラジオ配信をしております。松山亮さんお住まいの奈良でしたかね。松山さんは鹿せんべい、鹿が食べるように作られたせんべい、いや十分名産だと思います。はい、では、そうですね、広島の名産でいうと広島市の名産はやはり、お好み焼き、あとはそうですね、つけ麺、はい、広島風つけ麺というのがあったりですとか、汁なし担々麺っていうのもあったりするんですけれども、非常にどちらかというと汁なし担々麺もつけ麺も辛いっていうのが特徴ですね。はい、そんな感じでですね、だから辛さが引き立つものもありますが、あとはもみじまんじゅうだったりそういったものがありますね。さあ、そんな感じで、ちょっとここで注意点を入れさせていただきますと、こちらの日曜味加室はですね、毎週日曜日朝7時からお届けしております、ツイキャスのラジオ配信番組です。毎朝ですね、皆様のお住まいの地域の天気を伺いまして、その日のお題というのをお出ししますので、書き込んでいただいたりですとか、おすすめのアーティストさんの音楽を聴いていただいている配信でございます。なのでですね、すべて の書き込みにですねお答えができず大変申し訳ございません。はい、なので
極力、ね、あの読めるようにしたいと思ってますが、ご容赦いただければと思います。ここで1曲聴いていただきましょう。バムクーヘンさんのゆらゆらです。いただきましたのはバムクーヘンさんのゆらゆらという、曲でございます。すみません、音楽が流れてる間おそらくノイズが少し入ったかと思いますが大変失礼いたしました。そうですね、今日まあ
毎朝毎週、毎朝ではないですね、毎週の日曜日朝7時の日曜日カスではですね、著作権フリーのアーティストさんの音楽をご紹介しております。今日のご紹介は、バームクーヘンさんのゆらゆらという曲でした。皆様のですね、周りで、著作権フリーでこういう素敵な、音楽があるよというおすすめの方がいらっしゃいましたら、ぜひ、ご一報くださいませ。さて、なんだかんだ言ってですね、今人数はなんかたくさんの方に見ていただいておりますが、日曜日の朝7時から、皆様にご覧いただきというかですね、お聞きいただき誠にありがとうございます。このラジオはですね、なぜ、ラジオ配信にしているかというとですね、日曜日の朝7時、なんだかんだ言っても朝というのはちょっとバタバタしたりですとか、ちょっとゆったり過ごそうなんていう時間だったりしまして、じっくり見ながら、映像を見ながらっていうよりは、何かしらながらで聞いていただくのがおそらく一番いいのではないかと思い、このラジオ配信という形を取らせていただいております。毎日ですね、1日1回このツイキャスというのを配信を極力しておりまして、時には映像付きで、昨日は深夜にというか、11時過ぎぐらいから12時過ぎぐらいまで配信をいたしまして、それは映像付きで配信をお届けいたしましたけれども、このラジオというのも、悪くない素敵な配信で、私の配信が素敵とかではなくて、ラジオ配信っていうやり方もいいなと思いながらやっております。はい、そうですね、このラジオ配信というのはですね、どこから まずやろうかなと思ったかというと、ここにいらっしゃいます、タイムラインにいらっしゃいますブルマンさんがですね、ラジオ配信をされていらっしゃいまして、あ、ラジオ配信ってこんな風にながらで聞くことができるんだったよね、そういえばっていうことを思い出したのと、あとラジオっていうのは、私中学生高校生の時はラジオっ子だったので、やっぱりテスト勉強しながらラジオを聞いたりですとか、あとはこう聞いてる人に対してメールとか、当時はハガキだったりしましたけれども、ハガキを出して読んでもらえる楽しさとか、そういったことを思い出してですね、じゃあ私もラジオ配信をやってみたらちょっと違うかしらと思って、ラジオ配信を始めたわけですけれども、日曜日にやろうっていうのはですね、私が純粋に早起きを、日曜日はついついね、遅くまで寝ちゃうので、極力早く起きるために朝の7時というちょっと日曜日にしては早い時間に起きるようにして配信をしたら、一石二鳥ではないかと思い配信をしております。配信の一番最初はですね、音楽はですね、パソコンから音楽を流してそれをマイクで拾うという一番、アナログというか、なんていうか、原始的な方法でやっていたんですけれども、ミキサーが、ベリンガーのミキサーが、手に入りまして、ベリンガーのミキサーを使ってですね、このように BGM をつけながらゆっくりお話ができるのもいいなと思い、配信を今やっておりますが、毎度ですね、実験をしながらの配信になりますので、音がちょっと大きかったりとか、小さかったりとか、するみたいで、
申し訳ないんですけれども、皆様のタイムラインを見ていきますと、チャックンさんがミカさんのその声がゆったり感を増幅させているんだと思いますということでありがとうございます。BGM も極力ゆったりしたものを選んでいるつもりです。ブルマンさん、寝落ちする寸前に目が覚める時間に配信をしてしまって申し訳ない。梅さんは朝の FM っぽいです、いいと思います、ありがとうございます。大宮の方も、ね、まったりのんびりですね、この番組 CM ない FM みたいということでありがとうございます。CM もあれなら募集をしておきましょうか。この提供はっていう感じでお届けできれば面白いかもしれないですね。ウーさんとドバちゃんが、今日来ましたね、おはようございます。この日曜日カスで流す曲はですね、日曜日の朝7時ぐらいに流すのにちょうどいいであろう曲を選んでおります。皆様の中で何かおすすめの曲がありましたらぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ゆったりして、BGM をもうちょっと音量下げた方がいいかもということなのでちょっと下げてみますね。どうでしょうか。はい、お時間もほぼ30分に近づいてまいりましたけれども、今日も、約、ね、30分間お聞きいただき本当にありがとうございました。皆様のお天気ですとか皆様お住まいの地域の食べ物などを伺うことができていろいろ面白かったです。今日もですね、日曜日いろいろ皆さんご予定あるかと思いますけれども、いい一日になるといいなと思っております。私は今日何をするのかまだ予定は決まっておりませんが、家族でゆっくりと過ごそうかと思います。今日お届けいたしました曲はバムクーヘンさんのゆらゆらという曲を、お届けいたしました。それでは皆様今日も一日どうぞ素敵な日をお過ごしくださいませ。ありがとうございました。